来たか。どうも、ボビーアートレザーのボビーです。ね、今日は水曜日ね、バルハット完成への道のりということですね。水曜日は制作の話をですね、進めていってるんですけどね、先週から。ですね、一枚のレザーからですね、この一つのね、この作品、ハットがね、できるまでの制作工程をですね、動画にこのねカメラで動画に収めましたんでね、それをですね、少しずつね流しながらですね、解説していきたいなと思います。ですね、じゃあ早速始めてまいりましょうかね。はい、これはですね、クラウンのね、ハットのクラウンのこのトップのこの頭のてっぺんのところですね、のこのここのパーツをですね、今トレースして、いってるところです。銀ペンでですね、型紙をに沿ってですね、トレースしていきます。まあ、場所もですね、ちょうどなんですが、このトップのねところが映えるような場所ね、レザーの、そういうところをですね選んで、トレースしていきますね。ずれないようにね、いつもこの重りをですね、入れて、いってますけどね。ね、先週はですね、ブリムね、このつばのところをですね、が、トレースして、カットするところまでね、進みましたけども、まあ、今回はですね、ブリム以外のこのハットのこのね、頭がすっぽり入るこのクラウンというんですけど、クラウンのところですね、のパーツをですね、1枚の革からパーツを切るところまでね、収めましたんで、それを流しながら、その映像を流しながらですね、こうやって解説していきたいなと思っておりますね。ゆっくりお付き合いいただければ幸いですね。こんな感じでですね、このアトリエのこの配信しているスタジオのですね、隣のデスクにですね、赤いデスクがあるんですけども、そこのワークスペースでですね、ハットをですね、このように、まあ普段こういう感じで、ハットとか小物とかをね制作しています。続いてですね、今度はですね、これはクラウンのね、この側面ね、側面のところですをね、切ってます。これはですね、こう折り伏せたりとかするんでね、そういう、こう曲げしろっていうか、そういうところもですね、きちんとね、一応言ってないけど、ね、そういうパーツも当ててね、トレースしていくんですけども、最初にですね、この縁のところをですね置いて、だいたいこうどうしてもね、レザーの天然の素材なんで、レザーが若干こうシワがですね、不自然に入るところもあったりして、それがちょっと具合悪い時があったりもするんでね、なるべくこういう感じでですね、トレースをしていっております。見極めるっていうかね、そういう感じでね、まあこういう感じで、一つ一つですね、トレースをしていくわけなんですけどね、はい、でなかなかこう普段はですね、こういうことをね、見る機会って多分ないと思うし、うん、特にね、ボビーアトレースの場合は特殊っていうかね、まあ機械とかでやってないんでね、うん、だからもうこういう感じでですね、地道に、毎日ですね、このアトリエで、制作に向き合っています。まあ、その間にですね、ブログを書いたり、映像をですね、ちょっと編集してみたりとか、テロップをつけてみたりとかね、そういうことをしたり、あとスケッチを書いたり、
ね、お問い合わせいただいた方にこうメッセージを返信をしたりとか、そういうことをですね、日々このアトリエではやっております。はい、ね、でまあ、今度はですねこの、外側のねこの縁をね、トレースしていってますね。はい、もうかれこれこのバルハットネオかな、バルハットネオ、バルハットからバルハットネオに、なってからですね、もうずっと作り方とかも最初とこの現在とでは少しずつね緩やかに、変化は実はしていってます。うん、まあ、手本というのがないので、まあ、教科書というのも ないですしね、制作の、どういうふうにすればうまくいくかなとか、収まりがいいかなとか、改善点をですね常にこうやりながら見つけてい きながらなんでね、非常に自問自答の時間が長いんで、なかなか緩やかですけどもね、こういう感じで、まあ、今この2021年の時点ではこういう感じで、制作をですね続けておりますね。まあ、革ジャンを作る時もそうですし、そうですね、最近でしたら何やろ、今年ハットがなんかね、なんかブームのような感じがしますね。うん、この映像のハットもそうですけど、今日ね、さっき出来たてのね、もう完成したてのほやほやね、このハットもですね、このショートブリムタイプをね、好まれる方からオーダーをいただいておりますね。それで制作さっきまでさせていただきました。ちょうど今完成したばっかりですね。で今度ですね、もうちょっとずつできていってますね。うん、なんかこういうね、この配信画像もですね、またまとまった時に、ブログの方でですね、アーカイブとして、なんかこうシリーズとして、残していきたいなと思ってますし、まあ、YouTube でもねこれはまたテロップつけて配信、ね、アーカイブとして残しますんでね、うん、ぜひね、ボビーアトレザーってこんなことやってるんだなということをね、ご理解いただければ嬉しいですし、なんかね、こういうものづくりをねやっぱりこう志す方とかもいると思いますしね、そんな感じでね、今日マイク入ってるかな、すごい、気になってますけど、あ、聞こえてるっぽいですね。うん、よかったよかった、メディアソースがいっぱいあってですね、なんか多分後でこう再生したらこれこう制作してる時のこのペンが滑るような音とかね、もう多分入ってると思いますけどね、まあ、この今僕が配信してる時では音とかは聞こえてないんですけども、自分の声でしか、まあ、ヘッドホンしたらちょっと聞こえるかもしれませんけどね、そんな感じでですね、ちょっとメディアソースをちょっと ちっちゃくしましょうかね、なんか、一応こう映像を撮るのに、静かにしながらですね、一応撮影しているんでねはい、ね、こういう感じで、まあ、今日は今回のね、配信のシリーズ2ではですね、パーツをですね、トレースしてカットするところまでをこういうふうにお届けしていっておりますね。まあこんな感じで、まあ端折りましょうかね、次はねカットですよいよいよね、最初はですね、作業がしやすいようにですね、大まかな箇所にねだけこうもうあらかたをカットしていきますね。
まあ、こういうところは境目のところはね、ここを折り伏せる場所なんですけど、そういうところはですね、もう銀片に沿って、もうカットしていきます、はい、ね。で、ね、これからね、こうパーツをですね、この3つのパーツをですね、こうカットしていくわけですよ。ここは、多分今カットしてるのはクラウンのですね、この後ろ側の ここですね、ここのレーザーをですね、今、カットしてるとこかな、おそらくですけどね、うん、あ、違いました、前でしたねごめん前でした、うん、この、伸びしろっていうか、そういうところのね、場所がの違いがあってね、こういう感じで、まあ、全部まあ歪んでる形っていうか、こう波を打ってるような形のところはですね、こういう形でですね、フリーハンドで、行っていっておりますね。はい、でこちらの方がクラウンのね、後ろ側、後頭部のところをね、こうカットをしていっておりますね。なんかね、こういう感じで、やっぱ資料、映像を作っといてよかったなって思いますね。うん、いつもはこの写真でね、ブログでね、解説どう、記事にしてきたんですけども、こういうふうにね、両手を使ってるところが、ね、やっぱ写真では撮れなくて、まあ、最近だけど、まあ、これを撮影するためにですね、三脚を新たにですね増やしましたんで、まあいろんな角度っていうか、いろんなアングルでね、お届けできると思いますんでね、今後の制作とかの動画はですね、まあ、より、リアリティがあるような、ご覧になってる方にリアリティを感じるようなね、アングルでね、撮影していきたいなと思っておりますね。はい、こんな感じで、あとはこうね、クラウンのトップのところですね、こういう形でですね、まあ、こうピロピロしてるところはですね、邪魔になるところはもう先にこうさっとカットして、でここから一気にですね、まあ一筆書きをするかのように、うん、気持ちをですね、集中させて、カッターナイフですね、滑らせていきます。まあ、僕は書道とかはね、あんまり得意ではないんですけど、なんかそういうふうな一気にやるっていう、そんな気持ちですかね、うん、腰を入れてっていうか、気持ちを入れて息を止めて、うん、そんな感じですね、うん、息を止めてっていうか、うん、そう、皆さんもどうですかね。僕ね、写真を撮るときにカメラでね、一眼レフでこう写真を撮るときになんですけど、息を止めるんですよね、呼吸止めて撮影してしまうんですね。もうこれ僕だけかどうか分かんないですけど、これをご覧になってる方は、ね、写真撮るときどうですかね。スマホで撮るときは、まあ、そこまではないんですけどね、一眼レフでね、ファインダー越しに撮るときは 100% に近いぐらい息を止めてますね。まあ、こんな感じですね、パーツがカットし終えました。今回はですね、ここまでですね、はい、もうカッターナイフが大活躍ね、ね、こういう感じで、ね、パーツが揃いました。で、次回からですね、これをですね、次回からですね、このね、部品をですね、少しずつこうつないでいくっていうか、まずね、貼り合わせたりとか、うん、穴を開けていく感じかな、そこら辺までね、お届けしたいなと思います、ね、そんな感じで、レーザーが出来上がってます。
それではですね、まあ今週はここまでですね。また明日は木曜日なんでね、明日はまだ、作品の話をさせていただきたいなと思っております。楽しみにしてください。そういうことで、ということですね、またお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね、バイ。